電子化物の空隙とチャネル電子化物はアニオンとして電子を含む4性化合物である。詳しく研究された最初の電子化物はアルカリ金属の液体アンモニア溶液であった。金属ナトリウムが液体アンモニアに溶解すると NA6 と溶媒は電子からなる青色の金属色溶液となる。バーチ還元で示されるようにこのような溶液は強力な還元剤である。 この青い溶液を蒸発させるとナトリウム鏡が得られる。電子がアンモニアを還元するにつれて溶液はゆっくりと色を失う。NA6E の溶液にクリプタンド222を加えることで NAEE が生じる。この溶液を蒸発させると化学式 NAE の濃紺色で常時性の塩が得られる。c a l o プラスは 室温で安定しているが、通常の塩は240系以上で分解する。電子化物中では、電子はカチオン間で非極在化している。電子化物は常時性でもっと絶縁体である。ナトリウムとリチウムで新たに見出された絶縁性高圧形態に、電子化物の挙動に関する強力な理論的証拠がある。ありがとうございます。